ダニエル・マラインズ・ゲームズのインクリプションはカードゲームがテーマになっています。テーマというのは一見マジック・ザ・ギャザリングやポケモン・カード・デュエル・マスターズのようなランダムに獲得されるカードでデッキを構築するゲームを繰り返し体験するゲームに見えます。ただしインクリプションにとってランダムなカードゲームというのは実は物語を描くための手段になっています。ゲームを進めていくと プレイヤーーーーは脱出ゲゲムムののような閉鎖空間で、3種のカードゲームを見つけ、遊ぶことを強要されます。つまりプレイヤーはゲームを遊ぶ人を画面の前で見るというメタ視点でゲームと向かうことになりその謎を解くアドベンチャーです。またこの謎は実際独力で解くのは不可能に近いので自力でゲームのクリア後に多くのユーザーは ネット上のコミュニティでで最終回を知るることとになるという仕掛けです以前、チューニックを紹介した際に、優れたゲーム体験は、画面の中の出来事をデザインするのではなく、画面の前に座るプレイヤーの体験をデザインすると述べました。ゲームの物語は、プレイヤー自身のゲーム環境に対する能動的なひらめきにあるとする考え方です。では、インクリプションで描かれている物語とは何でしょうか ネタバレを避けて話しますが、ランダム要素の強いカードゲームというのは、要はゲームの主人公は何度も死にます。プレイヤーは、何度も何度も主人公が生死をかけて殺されるゲーム内ゲーム感を察することになるのです。ゲーム内ゲームでは、生死をかけたカードゲームに見せられた主人公がいるわけですが、画面の前に座り、そんなゲームを観察しているプレイヤーはどうでしょうか。本作の本当の魅力は、 画面の外の現実にゲームの恐ろしさが滲み出る体験、オルタネートリアリティゲーム大体現実ゲームにあるわけです。インクリプションは個人制作のインディーゲームです。しかし、メタ的なゲーム体験から現実に物語を染み出させる仕組みや、インターネット上のユーザー同士のコミュニケーションまで体験として設計されています。ここからもインディーゲームの文化としての豊かさが感じられないでしょうか